まさとです。こんにちは。よろしくお願いします。今日は中国の一番最初の王朝である殷王朝についてやっていきたいと思います。殷王朝は紀元前1600年に成立をした王朝ですね。で、この殷王朝を成立させたのが初代の王様である成東という人だったんですよね。で、いきさつとしてはなんですが、殷王朝の前の王朝って本当にあったかどうかはわからない夏王朝という王朝だったんですね。で、この夏王朝もしあったとしたらですよ、ケツ王というとんでもない暴君がいたんですよ。このケツ王に耐えられなくなって、この成東という人が反乱を起こすんですね。その結果、成功をしました。そして殷王朝というのを作り上げていくわけですね。で、殷王朝の都は蕭というところです。今現在の河南省安陽県というところに存在していますよね。で、よくある間違いなんですけど、首都って蕭なんですか、殷墟じゃないんですかっていう質問があったりするんですけど、殷墟は首都ではありません。殷墟というのは殷王朝が発掘された遺跡のことを言うんですよね。ここがすごく間違いやすいので注意が必要なところですね。で、ちょっと殷墟が発見された経緯をお話ししておきます。殷王朝って昔は存在してないって言われてたんですね。これも夏王朝とかと一緒で伝説上のものとされていたんですよ。で、ある時河南省安陽県に調査に行った考古学者がいたんですね。で、この考古学者が漢方を売っている商売人に声をかけに行って聞き取り調査をしたんです。で、それ何から作ってるんですかって聞くと、亀の甲羅とか鹿の骨をすって粉にしておるとかって言うんですよね。亀の甲羅と鹿の骨とかって思って、ちょっとそこの現場見せていただけませんかっていうことで案内してもらったんですよ。そしたら、亀の甲羅とか鹿の骨がゴロゴロ転がってるんですよね。で、なんと文字が彫り付けられてるんですよ。あ、これ何かあるに違いないということで発掘調査をしていったら、なんと殷墟っていう殷の遺跡が発見されたんですよね。で、これまで伝説と言われていた殷の遺跡が発見をされたので、殷は伝説ではなくなって歴史上の表舞台、明るみに出てきたということなんです。はい。で、殷王朝は小さな国々の集まりでした。小さな国のことを都市国家と言いますね。で、都市国家って中国では雄と言いました。これは前回やりましたね。小さな雄という国々が集まって出来上がってった連合体だったわけですよ。で、中国の殷王朝って農耕文明だったんですよね。農耕文明って何かって言ったら、農業を中心として出来上がっていった文明のことを言います。で、農業に必要なものって水だったり天候の良さだったりしますよね。水をコントロールできたり天候を予測できた人が強かったわけです。こんな人いるのかって話ですけど、いるんですね。神官なんですよ。で、神官は様々な占いをすることによって未来をバシバシと予測をしていきます。で、こういう人が尊敬を集めて権力を握っていくんですね。神官が政治をやっていたので、この時代の政治のことを神権政治と言いました。ありとあらゆるものを全て一人でやっていくんですね。占いの準備とかはもちろんなんですけども、政治の判断、ありとあらゆる判断を自分一人でやっていくわけです。その主体となったのが占いだったわけですね。亀の甲羅とか鹿の骨を用意して火で炙るんですよ。で、そのひびの割れ方とか方向で未来の吉凶、いいか悪いかっていうのを占っていくわけですね。火でバーって炙っていってビシ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 ってひびが割れていくわけですよ。結果が出た、明日は大洪水だみたいなね。で、これが500年間にわたって行われていくわけですね。で、500年間にわたって占いの記録を全部頭の中にインプットできるかって言ったら、そんなことできるはずがないですよね。皆さんだって経験があるでしょ。受験勉強とかで今世界史勉強していますが、こんなにたくさんのものを一回で一瞬で覚えられたら苦労はしないですよね。なので、忘れてもいいように、覚えられるようにノートに記録を取っておくわけですよね。こんなようなものがあったわけです。で、当時亀の甲羅とか鹿の骨とかにこの占いの結果を記録していたんですよね。ついに文字が登場するわけです。で、この文字のことを甲骨文字って言うんですよね。もうこれは漢字の通りです。甲骨文字の甲は亀の甲羅、そして骨は鹿の骨のことですよね。こういったものが進化をしていって漢字となっていくわけです。
はい、この時代は新刊が正常やっていきますから、占いの道具がフル完備されたんですね。で、この時代に使われていた占いの道具というのは青銅器というものです。で、青銅器って出来上がった時、すごい輝いていて、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。で、こういった一般の人たちが使えないような、作れないようなものを使って占いとか儀式をやっていくと、やっぱり凄そうな感じがして、自分の権威っていうものを示せますよね。ですので、この時代は青銅器がものすごく発達します。で、周の時代よりも青銅器を作る技術に関しては高かったって言われてるんですよね。やっぱり神権政治だったからですかね。で、ちなみに、鉄器っていうのがあるんですけど、鉄器はこの時代中国にはまだ入ってきてません。ちょっとここ気をつけてほしい点なんですね。日本史の場合は、鉄器と青銅器って同時に弥生時代に入ってきましたが、基本的にはそれはレアケースなんです。日本は同時だったんですけど、中国とかその他の世界史に関しては、青銅器、その後に鉄器って流れがセオリーなんですね。まあ、この時代は青銅器がすごい発達した時代だったっていうことだけしっかり押さえましょう。はい。で、この時代の貴族もどんどん力をつけていきますね。で、血が繋がっている者同士で協力体制を築くんです。で、この家族で力を合わせていこうっていうグループのことを氏族共同体と言います。漢字5文字なんで、とても難しそうな感じがするんですが、全く難しくありません。親戚とか家族で、一緒に頑張っていこうよ、生き延びようよっていうのが氏族共同体なんですよね。で、このグループがどん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 でっかくなっていて、恩王朝を追い詰めていく歴史がこの後待っているんですね。で、その細かい経緯については次回お話ししたいと思います。お疲れ様でした。